はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。4時を回りまして、4時20分ですね。雨ちゃうわ、雪降ってるみたいですね。今日ここでね、おっさん飲み会、ごく少数のですね、おっさん飲み会やるんですけど、問い合わせが入ってます。今日やるんですか、予定通りですかってやるがな、そんなもん。雪ねなんかおっさんが負けたらあかんねん、ほんまに。おっさんは最強やからね、ほんまに。もう雪でも雨でもやんねん、ほんまに。僕は動かへんし。はい、ということでございまして、行きましょう。何の話だったかな、これや。朝鮮オンラインですね。向こうのですね、お隣さんのですね、あれですね、保守系メディアでございます。ここに今日ですね、今日の13時5分と言いますから、今からですね、3時間ほど前に出た記事。中国で存在感を失う輸入相手国、韓国、点々、30年前の水準まで後退と。ちょっと読みましょうか。昨年の中国による輸入に占める韓国の割合が 6% 台に低下したことが分かった。韓中国交正常化翌年の1993年 5.2% 以来の30年間で最低だ。中国の国地域別輸入先でも韓国は3位に後退した。それでも3位あったらええやん。どうでしょう。まあね、金額の問題ですけどね、要はね。これは中国市場で韓国製品が競争力を失い、中国は韓国製品を求めていないことを示しており、韓国の対中輸出不振の現状を物語っている。昨年の対中貿易赤字は過去最高の180億ドルを超えた。米中貿易摩擦で生じたサプライチェーンの大転換と中国製造業の競争力向上が重なった結果だ。韓国貿易協会によると、中国による昨年の韓国からの輸入額は1625億ドルだった。前年に比べ 18.8% 減少し、そんなに減ってんの。中国の輸入全体に占める割合は 6.3% に低下したって。これなんでね、同じことを2回も3回も言うんでしょうね。中国の国地域別輸入先で韓国はこれまで2位だったが、昨年は台湾、7.8、米国 6.5 に次ぐ3位に後退したと。韓国が中間材を輸出し、それを中国が加工した完成品を販売する国際分業体制が崩壊し、石油化学、鉄鋼、石油製品など韓国の主力輸出品目に対する需要が減少したことで、メイドインコリアは中国市場で存在感が薄れたって。よう分かってるやん、自分らで、ほんまに。この辺にしときましょうか。まだ続きますけど、書いてある通りでございまして、私の理解もですね、同じでございまして、中国が韓国製品を必要としなくなったんですね。これはですね、困ったことでございまして、何と言いましょうかね、あかんやんお前らという世界ですね。どうでしょうか。この後どうなるかと言いますとですね、この流れというものが決まってしまいますとですね、ずるずるずるとね、中国への韓国からの輸出は減っていきます。減っていきますとですね、で輸入するばっかりが輸入ばっかり増えていくんです。というかですね、貿易赤字はどんどん膨らんでいってですね、韓国は中国のものを買わされる。下手したら韓国内の市場を今後中国製品でどん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 侵食されるということになっていきます。一応韓国はですね、自由貿易の国なんでですね、中国だけにですね、輸入制限をこう課すことはできないはずなんですね、制度上。まあ WTO にも入ってるでしょうから。そうするとですね、例えばスマホなんていうのはですね、そもそもサムソンの牙城がですね、韓国ですけどもですね、今後ファーウェイがどん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 浸透していくかもわかりません。現在 iPhone がですね、韓国でですね、浸透しているようなんですよ。まあやっぱり製品力ですね。でファーウェイは価格力で来ると思いますんで、そうなりますとですね、今後も危ういということになります。
で、このね、なんていうか、韓国にとって多分ね、中国って一番おいしいマーケットだったんです。で、多分ね、貿易黒字を稼いできたと思うんですよ。それが今や貿易赤字になって、その額がですね、無視できないレベルに来てますね。じゃあ今後韓国製品をどこに輸出するのかって、はっきり言って中国でですね、中国に売れないっていうものはですね、世界に売れません。なぜかというとですね、中国製品と韓国製品が今後世界でも競争してですね、韓国製品が勝てないということになりますね。中国で韓国製品が売れないということになります。そうなると世界でも売れへんやんというふうになりますね。やっぱしね、長年小判ざめ商法で来てるんですね。簡単に言えば、日本が作ったものをですね、地盤戦時で作って、それを安く売って、こうなんて言いますか、売り上げを取るというそのやり方なんですけども、それをやってるとですね、いつまでたってもですね、日本に追いつけないんですよ。で、だから現代自動車はですね、トヨタに対して小判ざめ商法やってきたわけですね。いつまでたってもトヨタは追いつけない、追い越せないって、一つ追いついた部門があって、それはですね、社員の給料ですね、トヨタよりもですね、現代の方が高いね。あの人たちってみんな1000万円もろてんね、工場労働者も。行きたいわ、ほんま韓国働きに行こうかみたいなですねもうそういう世界ですよ。とするとですね、今度は製品価格でもですね、追いつけなくなるわけでしてですね、どこかでね、そのクオリティ追求とかオリジナリティ追求とかって、あるいは独自分野の開発とかってやってればいいんですけど、韓国はどの企業もそれが苦手なんですね。今まで韓国にですね、ソニーやホンダみたいな企業は生まれてないんですよ。せいぜいラインですせいぜいがラインです。プロダクツの面でですね、生まれていません。生まれる土壌がないと言っていいでしょうね。どういうことかと言いますと、そういうですね、ちょっと変わった人のやっていないことをやるということに関して許容性がないです、社会の。ものすごくダイバーシティのない社会ですね。変なやつを受け入れないという社会なんです。だからですね、猫も借子もですね、受験勉強に邁進するわけです。だからですね、で、変な研究というものを認めないですね。その、例えばね、アップスティーブン・ジョブスですけど、あいつってね、まだね、世の中でコンピューターがほとんどない時代にですね、ガレージでコンピューター作ってたんですね。それがマッキントッシュ第1号ってなんですけども、そういう人間をアメリカという国はより受け入れるというか、許されるわけですよ。で、アメリカほどではないけど、日本もですね、時々そういうやつが出てきたら、なんかやらしとこうかみたいになるわけですよ。ないね、お隣はないね、許されへんねだから今まで一人もね、本田宗一郎も出てこないわけですよ。松下幸之助も出てこないわけですよ。スティーブン・ジョブズも出てこないわけですよ。韓国でそういうやつ一人もいませんからね。いたらもう有名になってるはずでしょ。だから小判ざめで追いかけて儲けるのは金うまい、金を儲けるのはうまいかもしれませんけどもですね、そういう創業者クリエイターは出てこないと。まあそういうお国柄なんでね。で、その体制が全然変わっていないんですよ、昔も今も。であれば今後もですね、生まれてこないということはですね、小判ざめ商法をずっとやるしかないわけですよね。でもその小判ざめ商法はですね、中国にやられてしまっていてですね、隙間がなくなってきたわけですよ。挟まれて、自分が生きる場所がないやみたいになって。で、今後衰退していく一方です。はい。まだでもね、その第一歩です。まだ始まったばっかり。これから何が起こるかって言ったらね、どんどんね、ドルが減っていくね。国内のドルが減っていくね。ただでさえね、足りないんですよ。身の丈に合った生活しないんですね、韓国っていう、僕に言わせたら。儲かったっていうか、儲かる前からそれを当てにして借金して使ってるような、そういうこう国民性があるわけですよ。だから上から下まで借金体質なわけですね。で、今ね、それがね、ほころびかけてんね。崩れかけてんね。ほんまに。これからドドッと崩れる可能性があります。まあ、ですね、まだでもね、3年や5年かかるかもわかりませんね。まあ、早ければ今年ですけどもですね、どういう崩れ方をするのかはちょっと予想できない。今1332ウォンですね、1ドルがですね、これが1400ウォン台になるとですね、かなり 赤信号の点滅になってきました。で、1500超えたらもう完全もうあれですね、非常ベルが鳴ります。みんな逃げろみたいな、まあそこまではまだ少しありそうな気はしますね。で、もうどうしようもないですよ、今回は。
もう隙間ないですから。1997年の通貨危機の時はまだ隙間があったんですよ。中国はそこまで工業化していなかったんですよ。でもそれがとうとうですね、26年、7年かかってですね、隙間がキューッとこうなってきて、もうお前らの生きる余地はないねん、ほんまに。俺どないすんねん、みたいなで、そういうところに来てるということですね。はい、一応このですね、諸村ラインのですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。